はい、皆さんはじめまして、都市基盤学科の比嘉と申します。よろしくお願いします。で、私の方からは、こういったタイトルなんですけど、まずはじめに自己紹介から始めたいと思うんですけど、私あの名前の通り比嘉で、あの実は沖縄出身なんですが、高校時代はよくあの海とか山とかキャンプをしているとか、あとはバンド活動に明け暮れるような毎日だったんですけど、比較的で、高校での進路選択の時に建築を目指していたんですけど、調べていくうちに、もっとスケールの大きいものを作りたいという気持ちがあって、土木工学とか都市基盤に、を志望するようになりました。で、その中で、大学3年生の研究室選択の時に、こう沖縄での自然体験なんか思い出して、何かこう沖縄に帰ってサンゴの保全とかできたらいいなと思うようになって、水環境の分野を選択したといった経緯があります。で、先ほど阿部先生の方からもお話がありましたけど、都市基盤学科にはこういった5つの分野がありますが、私はこの海岸水圏環境といった、水に関連することを研究しています。で、特に、都市基盤学科に入学してきた1年生に聞いてみると、都市基盤学科ってこうイメージというと、橋とかこういった都市計画っていうものがほとんどで、水を学ぶと思っていなかったというようなことを聞くことがあります。なのでこういったマイナーな認識のところからスタートするわけですけど、ただ、4年生になって研究室選択をするときには、そこそこの人数が第一希望ので、選択してくれるので、何かこう講義をしているうちに、共感する部分だったり、感じているものがあるのかなというふうに思ったりしています。そういった中で、大学の中では、大学2年生でこう水理学というような基礎的な流体の力学ですねを学ん で、環境水理学っていう、3年生でそれの社会的な応用の部分を学ぶと。で、4年生になると最先端の研究、大学院また修士課程博士課程と学んでいくという、そういった流れになるわけですけど、ここにこう高校の勉強というのも、小中高の勉強で書いた方がよかったかもしれませんが置いてあります。イメージとしてはこういう図が描けるかなというふうに思ったんですけど、皆さん今高校生でこう勉強している中でいろんな目的があって勉強しているかと思いますが、もちろん大学の進学もあると思います。もしくは明確な目標もある人もいれば、なんで勉強しているのかわからないという人もいるかもしれません。これは水の分野だけではなくて、我々が学んでいくことっていうのは、基本的にはこの高校、小中高までの勉強を土台にしながら積み上げていくということをします。これが確実にこう基礎、土台になるという部分で重要だというふうに思っています。つまりこの部分が小さくなってしまうと、なかなか上に積み上がらないということが起きるので、ぜひ今の高校生の時の勉強を大事にしてほしいなというふうに思います。そして、私の方では特にこういった水理学とか環境水理学ということを講義の中で教えていくわけですけども、本日の模擬講義では大体どういったことをやっているのかという、すごく表層的な部分ですけど紹介できればというふうに思っています。まずこう水理学というのは何なのかという部分ですけど、水の理学というふうに書きますね。で、この水の理学と書いて水理学、古代文明が大河川のそばで発展してきたように、古来より人間の生活と水には深い関わりがあると。で、この水の利用という恩恵も受けつつも、洪水氾濫といった脅威にさらされてきたといった歴史もあって、これは現在でもそうかと思います。そういった中で水の動きを知って、そしてこう制御する必要があって、その中で生まれてきたのが水理学という学問になります。で、この水理学という学問の中に2つの側面があるというふうに考えられています。1つはこれは聞いたことあるかもしれませんが、流体の力学ですね。流体力学という基礎的な側面、これは水の運動に関する基礎方程式系を学ぶということになりますが、基礎方程式系はやや難解で、ごく一部の問題しか理論解が得られないという特徴があります。一方で、すごく重要な部分としては、現実の水問題、我々が常に抱えている水問題に対して、さまざまな工学的技術であったりとか、経験値が取り入れられるということが、一つ、もう一つの側面としてありまして、実際の流れ場というのは、我々の世界3次元ですけれども、これを3次元的に捉えていくと非常に複雑なわけですが、これを実現象を1次元化して、
簡易的に表現して社会に実装するということが推理学の一つの醍醐味かなというふうに考えられます。つまり基礎方程式系のような理学的なセンスと社会に実装するというような工学的なセンスをミックスして実際の問題解決にあたる学問と言えるのではないかなと思います。でここからはちょっと簡単な少しだけ数式なんか入れた話になってますけど、高校物理で皆さん多分習っているだろうこの失点に関するエネルギー保存則ですね、運動エネルギーで位置エネルギーの和が一定というものがありますが、これを水に適用しようとするとどうなるのかというところで、まあ、流体というのは特定の形状を持った物体ではないので質量のこの M といってもどこの流体を対象にしているのか決められないといったことが起きます。そうするとこの特定の領域を囲まれた部分を 一部分を対象にして検討するということをすればよいということで、例えば1メートル ×1 メートル ×1 メートル単位体積とすれば質量はキログラムの立方メーターあたりのキログラムというふうに表す密度として表すことができますと。そうするとこちらの先ほどのエネルギー保存則ですが、密度を使った形で表すとこの M の部分がロー密度に置き換えられると。でここで急にこの P というものが出てきました。これは何なのかというと圧力を表しています。なぜ圧力なのかというと、例えばこういったビーカーの中の水を考えてみると分かりやすいかと思いますが、こういった A 点と B 点ありますけど、これは外部からの仕事がなくても位置を入れ替えることができるので全エネルギーとしては同じにならなきゃいけないですよね。なんですが1点とも運動エネルギーは同じですけど位置エネルギーが違う、 A 点と B 点、 A 点の方が高いですよね。だからそこでだから矛盾が生じるわけです。なので水圧として考えてあげると A 点よりも B 点の方が高いということなので圧力をエネルギーとしてカウントしてあげると釣り合いが取れるということがイメージできるかと思います。そしてここから単位体積重量このローと G あたりのエネルギーとして例えば整理してあげるとこういった式が導かれるわけなんですけど、これ実はすごく有名な式でベルヌイの定理というふうに言います。でこれは流れ場の中の1本の粒子に着目したときに粒線上の地点間で成立するものですけど、すごく重要なポイントとしては次元がすべて長さになるということですね。これが何で嬉しいのかっていうことですけど、例えばこれ水筒、長さの水筒という言葉を使いますが、速度、位置、圧力のすべて長さで表すことができるというところですね。つまりこういったいろんな水道管とか下水管とかいろんな管が、もしくは海水路があるかと思いますが、水路とか管路における流れのエネルギーの状態を知りたいときに水路の水深やチューブ内のこの上昇量、高さを計測すればそれで済むということになるわけですね。でこれは流体自体を、高度な計測装置を使わなくてもこの定規1本でエネルギーの状態が分かるようにすると、こういうふうにこう式を変形させたわけで、これがその推理学の一つの醍醐味っていうふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。でこの推理学ですけど、特に水の物理的挙動、流れを対象とした学問ですので、河川工学とか海岸工学とか環境推理学とか、さまざまな学問に対しての基礎になっています。で私たちの研究室では、海岸の波とか砂の動きを研究する海岸工学であったりとか、津波、高潮との水害に関する沿岸防災の研究を行ってまして、これについては教授の鈴木隆之先生が担当してますので、もし興味があればホームページ等をご確認いただければと思います。で私の専門は環境ですので、それに着目して話を進めていきたいと思います。でこういった流れの基礎を勉強した上で、次にはこれを応用した形で環境の推理学というのを大学3年生で学びます。でこれはこのスライドちょっと文字ばっかりのやつなんですけど、環境推理学の講義で1回目のこのガイダンスの時に提示するスライドになっています。で背景としては湖沼や沿岸海域における環境はさまざまな物理、化学、生物の過程が相互作用しながら成立していると。です水辺の環境に対しては人口が中密な我が国では特に人為的なインパクトが大きかった。そのために利用する立場などの違いから多くの問題が発生し、雑多で脈絡のない関連情報が取り巻いていると。こういった中でこの講義では沿岸の水質や生態系の理解のために必要な物理、化学、生物過程の基礎を整理して関連したトピックスを取り上げながら
沿岸域の環境修復の方向性と自然再生を実現するための技術を紹介すると、こういった内容になっています。で、講義の中でさまざまな課題を見ていきながら、その課題に対して応用ができるように自分の力で考えて、そして判断するための技法を身につけるというのが、この講義の狙いになっています。で、水環境というと、どこの国でも性質が一緒なので、先ほどのようにこう国際的に展開することも当然可能なんですけども、横浜国立大学というこの場所の都合上、東京湾を対象にいろいろと話を進めることが多くありますので、今日はこの東京湾を対象にして少し話を説明を進めていきたいと思います。都市の海、東京湾というふうにタイトルがありますけど、まず背後に巨大な都市圏を抱えているということですね。で、閉鎖性の海域って書いてありますけど、これは何なのかというと、ここの湾口の幅ですね、これがたったの約7キロメートルしかないと。下側は全部太平洋なんですけど、つまりこの中側の水が海水の交換がなかなか起きないということを意味しています。で、こういった東京湾に流れ込む河川の流域には3000万人近くの人が住んでいるということで、これは世界の総人口の 0.5% に相当すると。で、世界の GDP の 3% が生産されていると。これに対して東京湾の面積というのは1380平方キロメートル、地球の海洋の面積の 0.0004% に過ぎないわけですね。これだけ多くの生産がありながら、それだけの人の負荷がこの小さな面積に流れ込んでいるということで、非常に人為的な負荷が集中的に流れ込んでいるということが想像できるかと思います。こういった中で過剰な工業排水であったり生活排水が流れ込んでしまうので、水質の問題が発生してしまうと。で、これは今でも東京は毎年のように赤潮であったり青潮、こういったものが発生しているという現状にあります。未だ解決の見通しが立っていません。ただ自然自体には実は自浄作用っていう能力があって、実はこれを都市化によって消失してしまったっていった経緯があります。例えばですけど、自浄作用を持ってるわけですけど、その範囲内であれば栄養分というのはすごく重要で、生物を育てる豊かな海となるためのもう源なわけですけど、栄養分の過剰な流れ込み、都市からの流れ込みが問題なわけですね。下水処理などで水質浄化するということが行われるわけですけども、それが超えるような負荷があると問題だと。さらにもうすでに過去に堆積してしまったヘドロなんかが海底に溜まっていて、そこからも栄養が溶出してきてしまうと、これも大きな負荷になっているというように考えられています。さらに重要なポイントはこちら、1936年に、の地図になっているんですけど、黄色が干潟、緑が浅場を表してまして、こういった干潟や浅場っていうのはこの水質を浄化する能力がすごく高いというふうに考えられています。これが2014年になると全て埋め立てられてしまったといった歴史があって、これによって浄化能力を消失してしまったということがあります。これに対して何もしてこなかったのかというと、そうではなくて、水質総量規制を実施し導入してきました。1978年からこの化学的酸素要求量 COD、 これは有機物の量に該当しますけれども、これを減らそうと。さらに2004年からは栄養分、窒素やリンも減らそうと、こういった対策を打ってきました。その結果、例えばこれ昭和57年、これ平成18年ですけど、この有機物の量 COD がこの赤い部分が薄まっていることが分かります。さらに水域面積あたりのリン負荷量とリン濃度の推移を見てみると、これもこうどんどん低下していって、年を減るにつれて低下するということが分かるので、つまり順調にこう減少する、水質を良くすることができたわけですね。ですけど問題はそこで終わらなかったということがあります。なぜかというと、これは示しているのは東京湾の水の底の酸素の量を表していて、酸素がほとんどないものが赤く染まっているところです。これ2002年で少し古いデータですけど、現状でもそうなっています。つまりこの夏場、特に夏場において水の底っていうのは酸素が全くない貧酸素、無酸素の状態になっていて、これは全く改善しなかったということが起きています。で、これは、酸素っていうのは生物に必ず必要なものなので、これがなくなると生物が全く住めないということになって、これをデッドゾーンであったりとか死の海というふうに言われたりします。
さらに漁獲量を見てみると、実は水質、漁獲量は水質と一対一の関係ではなくて、漁業者の状況によっても当然変化するものでありますけども、例えばその 漁獲量の時系列で見てみても、ものすごく低下してしまって回復の兆しが見えないと。特にこの2016年ぐらいまでのアサリの、千葉県のアサリの生産量を見てみると、ほとんど底をついてしまって、全くここ上がる気配を見せないということが起きています。そしてまたさらに新たな問題も発生していて、水質総量規制でどんどん栄養分を減らしてしまったがために、今度は貧栄養化という問題が発生しまって、生物生産性が著しく低下する水域も出現する。特に瀬戸内海なんかが顕著ですけども、今言ってみると沖縄の海みたいにきれいになっている、しかし生物が住めないということが起き始めているということが起きています。つまり適切な栄養の量とか物質のこの循環のバランスっていうのが見出せてないというのが現状あるわけです。では人と東京湾との関わりの歴史を見てみるとどうかというと、江戸時代なんか見てみると、東京湾は豊穣の海とされて、江戸時代より漁業生産の場として利用されてきました。浮世絵なんかにも天ぷらとか握りとかうなぎっていうのを楽しむ姿というのが描かれています。また昭和20年30年代も写真で残されていますが、平和島の海水浴とか羽田沖の牡蠣の養殖なんか、人と自然の距離というのはすごく近かったわけですね。しかしこれが、この場面が一変するのが昭和40年代50年代で、高度経済成長による公害が発生して、神田川でゴミを運ぶ運搬船、ゴミの集積、そしてこれ雪のように見えますけど、これ全部合成洗剤の泡ですね。で多摩川付近ではこういった光景を目にするようになったと。こういった時代においては、水質を良くしようという、負荷量を減らそうといった総量規制というのはものすごく効果的面だったわけですけど、現状ではそれがやりすぎた結果、また難しくなってきているといった状況です。そういった中で最近ではこの低層、海の底の溶存酸素が少ないことが問題だということが分かってきましたので、比較的近年ですけど、2016年生活環境項目、環境基準にこの低層溶存酸素量を新たに追加するといった取り組みが行われました。またこれまでは単純に行政の一方的な方策でしたけど、これでは限界があるということで、民間企業であったり行政であったり、また学生、市民も全て協力し合うような形で東京湾を再生しようといったプロジェクトがいろいろと今始まっています。その中で単純な負荷量を減らそうという一方通行の方法では限界があるということが分かってきましたので、目的を再定義しなきゃいけないと。その時に快適に水遊びができて、江戸前をはじめ多くの生物が生息する、親しみやすく美しい海を取り戻し、首都圏にふさわしい東京湾を創出するといった新たな目標が掲げられました。つまり豊かさとか多様な生物の回復というのが求められ始めているということなんですが、ここにおいて豊かさってじゃあ何なのかっていう問題が出てきます。例えば我々都市基盤学科のその側面から見てみると、一つ土木工学的アプローチという名前をつけましたが、環境配慮型のさまざまな取り組みも行われています。まず一つ有名なので、横浜金沢海の公園、ここは人工の海浜ですけど、毎年大量のアサリが取れるというように、すごく生物の生産が高いような場所、こういったものを人工的に作ることができたと。でさらにただ護岸を作る、これは生物共生型護岸、ただ護岸を作るだけではなくて、その前面に干潟とかその磯場を作ることによって生物がつくようにすると。でそれだけではなくて、環境学習の場とか環境実証フィールドとしても活用するということをやり始めています。でここ今日の重要なポイントですけども、土木工学的アプローチという言葉を考えてみると、土木工学というのは人の活動を中心とした社会基盤整備を目指して、実学として多くの技術を開発して社会に適応してきたと。現状でもそのようにして適応してきています。しかしその結果、例えばこの東京湖の埋め立てなんか考えてみると、その改変の積み重ねが長期的相対的に累積して、海辺の環境に変化を引き起こす原因となってきたことは否めない事実なわけですね。これに対して、しかし今一度土木工学に蓄積されてきた地形変形とか改変とか水資源管理とか各種施設整備の経験や技術を見直して活用することで、海辺の環境を再生する糸口がつかめないかというのが一つの考え方としてあるのではないかと思います。土木工学というのは力技なので、人に大きな力を与えてしまうと。それによって境界でのプロセスの遮断とか加速する可能性があって、注意が必要な中で、この土木工学というののその力を適切に理解して、そして私環境のこの専門ですけど、環境生物への配慮とか
都市、人との自然との関わりとか、それに対して軸を定めるとあるべき姿の思考というのが重要になってくるんじゃないかと考えられます。この道しるべとなるのが一つ里海という考え方があります。これは海洋学の柳哲夫先生が提唱した考え方ですけど、里海というのは人手が加わることによって生物生産性と生物多様性が高くなった沿岸海域のことを指します。つまり人を生態系の一部として捉える、人の存在を認めるということが前提としてあります。しかし実は欧米とは全然考え方違ったりするんですね。欧米では人間活動と自然を完全に切り離して、その間に干渉地帯、こういった図ですけど干渉域を設けてあげて、自然保護したい自然と人間を切り離すという考え方が主流だったりします。でこれが里海とはこう考え方が違うわけですけど、里海というのは人と自然が交わる空間において、人を自然の外に置かずに適切な共生のあり方を模索するというやり方なので、どっちが正しいのかというのはこれはまだ分からない状況で、我々私自身も模索していきたいと思いますし、この大学の中で学生と一緒に考えていきたいというふうに思っているところです。そしてこの沿岸域の抱える最大の問題として挙げられるのが、実は人と海辺の生態系の関わりの欠如、経験の消失っていうふうに言われています。これは中央集権国家の発達とか経済優勢のガバナンスの拡大で海辺の人の営みと都市の人の営みが乖離してきてしまったと、まあ、こういった埋め立ての、をしたことによって都市と自然との物理的な距離はなんとなく近づいたように思えるんですけど、実はそのアクセスとしてはものすごくしにくくなっていて、経験の消失で人と自然との精神的な距離は実は遠ざかっていってるんじゃないかということが考えられて、つまりこれは自然離れによって人の営みの質の低下と自然に対する関心と保全についての意識が低下すると。でこれは無関心というのが家族とか友人と経て子へと引き継がれる悪循環を生み出すんじゃないかということで、海の多様な恩恵の価値を次世代に引き継げないだけでなくて、食文化や海辺の利用に関する伝統知が消失してしまうということが起きます。これに対して、まあ、幅広い関係者、漁業者だけではなくて幅広い関係者の関与が不可欠だというふうに現在考えられていて、先ほども言ったように市民とか行政とかその大学も含めて民間企業が協力してさまざまな今イベントをやって、人と自然との距離をどうにか縮めようという活動が行われます。ちょっと時間の関係上すべては説明できないですけど、こういったさまざまな取り組みが行われています。でこの新しい海域漁業に向けたアプローチとして、これまでの研究やこれまで この見方っていうのはこの環境の負荷量ばっかりにをこう着目して、そして生態系の変化を見てきたと。実はそれだけでは不十分だということで、実はこの赤いパスの部分ですね、食文化と海辺の利用に関する伝統知をつなげるとか、人と自然との関係を強化、海辺のアクセス、豊かな恵みを把握するとか、こういったことが実はすごく重要なんじゃないかということで、自然と都市との人の生活との関係を強化して、持続的に自然環境から豊かな恵みが受けられる未来の都市基盤の構築を目指したいというように考えています。こういったことを環境推理学ではいろいろ学んでいくということになります。で最後にちょっと時間も限られますが、簡単に研究の紹介だけして終わりたいと思います。研究の中では、今いろいろ説明した通り、豊かな海っていうのはどういった軸にすべきかといった、この豊かな海の創出と水環境の維持管理、産業への貢献を目指すような研究に力を入れてやっています。で学生と一緒に船に乗って現地に出向いて水環境の実態を測定するということもやっていて、で研究室でいろいろとガリガリ計算するだけではなくて、この船に乗っていろいろ本当現地海を眺めながら調査もするので、そういうのがすごくリラックスになる時間になったりもします。でそういったところで得た知見をですね、沿岸域生態系の食物連鎖をモデリングするって書いてありますけど、数理的に表現できるようにするということをする。そうするとこれが目的としては環境影響評価であったり環境政策の有効性の評価ができるわけですけど、植物プランクトンからこの魚につながるまでの高次栄養段階の動物に至る食物連鎖の中でのエネルギーの転送過程ですね、物質循環を解明するということが重要で、これが重要な研究目的の一つ、豊かな海を取り戻すための手がかりになるだろうというふうに考えられています。コンピューターを使って水の流れであったり生態系を計算するということで、気象庁のデータなんかも使用すると同時に、また大学2年生や3年生の講義で学ぶ推理学で学ぶ基礎方程式を用いて、
水の運動とか水中の諸物質の化学的性質変質過程を計算する、3次元的に計算するということをやります。まあ、これが一例ですけど、河川からどのように物質が輸送されるのかということを計算で求めてあげると、こういうふうに流れてくる様子であったり、まあ、洪水の状態だったら当然多くの物質が湾内に流れてくる様子を、その移流の拡散の物理過程に伴って計算が可能になるということがあります。またそれだけではなくて、ちょっと先前の方にちょっと出てきましたけど、例えば青潮なんかは、これは低泥での有機物分解と酸素消費、硫化水素の溶出とか外力によってこう下の水が浮き上がってくる、湧き上がってくる様子をこう計算しなきゃいけなくて非常に複雑なんですけど、こういったものを計算すると、これについても物理とか化学、生物、地学を複合した総合科学として駆使してこういったモデリングをするということになるので、非常にこういった基礎的な高校で学ぶ 理科というのがすごく重要だということになります。で最後に、近年では水環境のデジタルトランスフォーメーションというのも考えられていて、これは JAXA や大学、各研究機関との共同で人工衛星が取られたこういったデータと、そして流れの数値モデルとのデータ同化によって DX の実現をすると、実空間と仮想空間との融合によって漁業や養殖業、環境アセスメント、水環境の維持管理、物質循環解明に貢献するということで、これは何かを解明するといったサイエンスの要素と、そして社会に実装するといったアプリケーションの、この両輪行ったり来たりしながらするのがすごく楽しいところ で土木工学がこれ何の役に立つのかっていうのはすごく大切な視点だと思うんですね。私自身としてもできるだけ綿密でダイナミックで、そして人をこう幸せにするような研究ができればなというふうに思っているところです。で最後にまとめですけども、流体の運動を学ぶ水理学というのはさまざまな工学的分野の基礎となって、水環境工学分野も例外ではなく流体の運動の理解から始まりますと。で本講義では東京湾を例に学びましたが、水の理論は世界共通ですのでグローバルに貢献することが可能です。で自然科学を理解するためは化学生物地学の基礎も重要となるということ で高校の段階で幅広く学ぶ意義にリンクするのではないかなと思います。また土木工学や都市基盤の研究では最先端の研究においても、例えば先ほどのデジタルフォーメーションなんかこう開発する中においても、昔からそのマインド自体は変わってなくて、人の生活を豊かにすることとか人を幸せにすることとかといった根本的なエンジニアリングのマインドはいつまでも変わらないんじゃないかというところで、私自身がこの土木工学や都市基盤が大好きな理由というのもここにあります。はい、で以上で講義を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。